った店がある。2003年のダムがあった時の地獄という衣装です。今、JL の衣装が今、すごい調理してます。フラメンテという馬の強さ、改めてどんな風に感じてらっしゃいますか？初めて乗った、すごい強い馬に本当に泳ぎです。もっと強いジャンプで、今日すごい良いでした。今日のフラメンテのレース前のテンションはどうだったんですか？まあ、座敷賞とテンションがするよ。今回のテンションとテンション高かったで、1コーナーにゴールが作っていかれたら、でもポジションちょうどいいです。で、直線はすごい頑張ってます。すごい強いですね。何でこうですか。すごい強いです。テンションも高いのを今コントロールしました。まあこの馬は大好きね。すごい大好き。でもすごい難しい。すごい難しいよね。今後ですけれども、大きな夢が広がるようなある商品だと思います。そのあたりいかがでしょうか。まあ、それはちょっとわからないな。まあ、今日すごい大事業績で、まあ、今日マイブルコードですごいピークです。約100%だから多分これからちょっと疲れたらまだわからない。最後にファンの皆さんにメッセージをいただけますか。まあ、皆さんすごいいつも大きな声声援ありがとうございました。皆さん超嬉しいです。日本大好き。ありがとうございました。8周年ダービーの日、ミリコ・ベクロ選手、ありがとうございました。ありがとうございました。